XR100 ボタード復活いたしました。はい、皆さんこんにちは。 DIY 努力の鉄でございます。 XR モタード元気にしたい計画、今回ですね、いいニュースと悪いニュースがあります。それではまずね、いいニュースからいってみましょう。 XR100 モタードほぼ完成でございます。はい、というわけでこのシリーズを始めた当初、こんなに時間かかるなんて正直思いませんでしたね。いや本当にね、なんだかんだ苦戦してしまいました。 XR100 モタード、まあ前後のタイヤを交換して、こちらのブレーキキャリパーもオーバーホールいたしました。でベアリングもね、グリースアップしまして、フロントフォークこちらもねオーバーホールして、本当にいい感じでございます。後ろの方もね、ブレーキもオーバーホールして、ベアリングをきれいにしまして、そしてね、こっちずーっと行きまして、ステップ。こちらもね、バックステップの方。短くなったステップを、なんかちょっと全然、会社は違うんですけども、ステップ1個手に入れまして、こちらもちょっとなんだかんだ苦労したんですが、まあ、それはいいや。ステップをなんとかね、穴を開け直して取り付けましてですね、ステップの方もかなりこう腐食してたので、こんな感じに。バフがきして綺麗にして組み付けております。そしてマフラーの方もね、耐熱塗料で黒く塗りまして、いやでもこんだけで全然印象変わりますよね。そしてパワーフィルターもね、交換いたしまして、キャブレターもオーバーホールしました。そしてこれだよ、エンジンはなぁ、本当に簡単にいくかと思ったんですけども、まさかまさかのバルブのすり合わせまで、で完全それがね死亡フラグかと思いきや、なんとか一応規定値に入ってくれまして、一応このエンジンのまま走れるところまでなんとか来てくれました。いや本当よかった。このねヘッドでね走ってみたかったんですよ。なのでこうゴミにならなくて本当に良かったなと思います。でハンドルも変えましてですね、やっぱこっちのねバッハのがなんかこうハンドルブレーズ付きのこちらの方がなんかモタードっぽくて、個人的にすごい気に入っております。でトップブリッジもちょっとまあ軽くですけども、バフ掛けしまして、タンクもねサビ取りいたしました。あれから結局ねサビ発生してないんですよ。はい、こちらのタンクうまく映るかな、こんな感じちょっと見えねえかな、ちょっと明かりや照らしましょう。こんな感じ、サビがすぐ発生するかと思いきや、本当にあの鎖でシェイクしただけでこんな感じに綺麗なまんまです。何だったんだろう、まあ、なんだろうな、表面がちょっと錆びた膜があったぐらいなんですかね。こんな感じでタンクはいい感じでございます。それにしてもね、こういったのアルミ部品をバフ掛けして、でそしてね外装のプラスチックパーツ、こちらちょっと軽くでも磨きまして、そしてこのシート張り替えしたんですよ。社外品のまあ安物で、若干こんな感じにシワは寄ってますけども、交換するともうこれだけで全然雰囲気変わりますよね。それではエンジンを改めてかけてみたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。よっこいしょ、ほっ。はい、というわけで XR100 モタード復活いたしました。まだちょっとね詰めなきゃいけないところもいっぱいあるんですけども、こんな感じ元気にアイドリングしてくれております。はい、こんな感じでエンジン無事復活いたしましたよ。というわけで XR100 モタードお待たせしました、完成でございます。はい、というわけで先ほど冒頭に言いました悪い方のニュースでございます。はい、こちら XR100 モタードまた合っています。よっこいせ、そして足がふらってというわけで、分かっちゃいたんですよ。分かっ
ちゃいたんだけどね、このモタード最初からついてるこのねバックステップすごいわ。めっちゃバックしてめっちゃアップしておりますというわけでね、私の今の足じゃ無理というわけで、あのマシンはおおむね完成しました。ただあの何となくさっきの回転数の音で分かったと思うんですけども、なんかキャブセッティングがなんとなくいまいちなんですよね。ので本当はこう走って実際にこうセッティング合わせて、あのサーキットとか峠とか走って足回りのセッティングをもうちょっと見つめたいところなんですけども、何せこの足で私全然乗れない足なのでごめんなさい。ちょっとね、あの走行編は保留させてください。でこちらの XR100 モタード、これで一応仮の完成ということで、今回最終回とさせていただきたく存じます。どうもすいません。本当はね、サーキット走ってね、星剣の KX65 追い回して撃沈させてやりたいんですけども、実際サーキット走れるのっていつ頃になるんだろう。どうなんでしょうね、思いっきり走れるのって結構経っちゃうのかな。でも全開で走れないまでも早く走りたいんだけどもな、どうなんでしょうね、すいません。というわけで実装編はちょっと先になりそうでございます。いやー、何やともあれ治ってよかった。本当にね、あのエンジンとかの圧縮が漏れてる時にどうなのかと思ったんですけども、まあなんとかこんな感じに形になりました。で、あの車体全体的にも最初から割と綺麗かなって気がしたんですけど、やっぱりあのマフラー塗ったりとか、こうやってシートを張り替えたりとか、樹脂パーツ、プラスチックの部品をちょっと磨くだけでこんな感じに綺麗になってくれました。よかった。やっぱあのバイクをこう直すって楽しいですね。私が直すにしては比較的新しいマシンだったんですけども、やっぱり思った以上にこうやってて楽しい作業でございました。というわけでこちら XR100 モタード、実装編はねまだ先になってしまうんですけども、ご安心ください。今直近にあるのがね、あと3台かマシンが控えております。ちょっとここのところドタバタっとこうね、バイクがガガガッと詰め込んできておりまして、ちょっとやつぎ早に展開していくんでご期待ください。この後もね、その次のマシンをもうすぐこう入れ替えて作業を開始したいと思いますので、また次回をお楽しみに。 XR100 モタード元気にしたい計画、ご視聴どうもありがとうございました。応援ありがとうございました。仮の完成でございます。